はい、今日も河川来ました。なかなか入手困難なルアーをね、手に入れたので、もうそれ縛りで行こうかなと思います。はい、レイドジャパンのね、GI ですね。 GI とで、僕これ初めて使うんですよね。結構みんな言うてるんですけど、ツーウェイをたまたま昨日ね、あの GI が入ってるよっていう連絡がね、知り合いの人から来て、仕事終わりね直行で行って、でそこにツーウェイもあったんで、ツーウェイも買ってきました。で前回ここにねバス何匹か溜まってたところ、ちょっと水が増えてるんで、バスが移動してるか入れ替わってるかしてると思うんで、ちょっと狙ってみたいと思います。って言ったけどバス見えないねはい、ここ橋の下のね車道エリアなんですけど、ここ結構ね見えバス通ることがあるんで、ツーウェイ構えとこうかな。おらんか、取り出てけへんか。ちょっと今日はでも日差しがあったかいですね。これで魚がどうなってるかですね。逆にあったかくてぼーっとしてるのか、活性が上がってるのか。流れ込み付近前バスおったけど、どうでしょう。おらんのかな。よし、痛い、うい。じゃあ GI 参ります。ういどんなもんやろ。うわー投げやすい。なるほど。オッケー。ファイト。ファイト。ファイト。シーバス。よし、いい食いっぷりやったね。おい、おー、止まり、よいしょ。レイド GI やばいですねこれ、2投目3投目購入して、初めて投げて2投目3投目ちょっとね、護岸際にボイルがあったんで、ね、そこに投げ込んだら綺麗なかっこいいシーバス釣れました。これ GI でね、まあ、ビッグベイトというにはちょっと小さいですけど、このジョイントベイトでこれ釣れたのはでかい、嬉しい。
ありがとう、レイドジャパン。